さあ始まるよ。せーの、テクテク。はい、じゃじゃーん。今日はアンパンマンとバイキンマンと一緒に、これだね。アンパンマンのミニミニラムネを紹介していくよ。そうだね。これよくね、みんなも食べたことあるやつだと思うんだけども、ここに、開けるところがあるから、ここを、こうやって、爪で開けていくと、ここまで開くのかな。よいしょ。で、ここをくるくるーっと回して、そうすると、このアンパンマンのここ、顔があるところがね、ここを回すことができるんだね。こうやって回すと、ここからアンパンマンの、このミニミニラムネが出てくるんだね。じゃあ早速ちょっと一つ出してみようか。はい。じゃあ、ここが開いたから一個出してみるよ。よいしょ。あー、一個どころかたくさん出てきたぞ。まずは一つずつ見ていこうかな。まずはこれだね。これなんだろうね。よいしょ。ちょっと見えるかな？これは、どうやらメロンパンナちゃんみたいだね。で、これが、これカレーパンマンだね。カレーパンマン。そして、これがバイキンマンの顔だね。ね、こんな感じで、すごいちょっと小さいんだけども、結構ミニミニラムネなんでね。いっぱい出てくるんだね。でもね、たくさん入ってるから、ちょっとバサッと出してみようかな。うふちょっと出しすぎたかな。はい。まずは、あ、これもまたメロンパンナちゃんの顔だね。あ、アンパンマン見つけたぞ。ほら。これアンパンマンの顔だね。片目つむってるけどね。食パンマンもいるよ、ほら。ほら。食パンマン。ね、食パンマン。またバイキンマン出てきたぞ。そして、あ、これはドキンちゃんだね。これはドキンちゃんの顔だね。ドキンちゃんもいまーすって感じだね。いっぱいあるね。あ、これドキンちゃんの色違いだね。いろんなのがあるね。みんなはアンパンマンのラムネで一番どのキャラクターが好きかな？他にもジャムおじさんとかいろんなのがいるのかな。うわー、結構いっぱい入ってるね。今結構出してみたんだけど、食パンマン、カレーパンマン、アンパンマンに、なんだろうな、ドキンちゃん、アンパンマン結構いっぱいあるね。食パンマンもいるよ。アンパンマンでしょ。アンパンマンの顔だけとか体もあるやつもあるね。結構いろんなキャラクターが混じってるんだね。うわー、落ちた。はい。じゃあ、ここへちょっと入れていくよ。はい。こんなにたくさん入っていたよ。みんな甘いものを食べたら、絶対に歯を磨こうね。みんなはどのキャラクターが好きだったかな？ね。あ、書いてあるね。ここにね。味は全部で4種類って書いてあるね。桃の味と、みかんの味、りんごの味と、それから、ぶどうの味があるみたいだね。みんなはどの味が好き？ね、美味しそうだね、どれもね。あ、シール付きって書いてある。あ、後ろになんと、シールが隠されてるよ。こんなところに隠れてるんだ。このシールを剥がしてどっかに貼って遊ぶことができるね。お、これはちょっと面白いね。みんな、楽しかったかな？みんなもよかったらぜひやってみてね。歯は磨こうね。はい、テクテクの絵描き歌始まるよ。それでは、ペンを準備して、さあみんなも練習して描けるようになってみようか。じゃあ行くよ。お山が2つありました。お池も2つありました。目玉も2つありました。口をつけたら、テクテクだ。はい、テクテクの出来上がり。はい、今みんなが見ているこの動画の画面にタッチをすると、右上にここのところに白いボタンが出てくるから、これを押してみてね。
そうすると下のところに楽しい動画がいっぱい出てくるから、それをタッチして次の動画を見てね。じゃあ待ってるよー。